でさ、投げしましゅう取りますけども、はい、ってことであれはもう多分 3,4 ヶ月ぐらい前かな、古着屋さんでえかっこいいと思って買った靴、まあ時期的にね全然履けなかったんで、もう今9月になって、まあブーツとか、まあ革系の靴ね履けるようになってきたんで、早速紹介したい、こちらドクターマーチンのオングチップなんですけども、ソールのヘリもちょいあるぐらいで、サイズがですね UK7 なんで、まあだいたい26ぐらいですね、 US8 の。これめっちゃかっこよくない、ウイングチップ、うわかっこいいと思って、ここ10年ね僕多分中古で靴買ったことないんですよ。まあそろそろね時期的にこれが使える季節になってきたんじゃないかと思いまして、ずっとね買って3、4ヶ月放置してたこのマーチンのウイングチップ、ちょっと状態見て、わかるかな、なんかねあのこれスムースレザーなはずなんですけど、右のトゥーが特にねもうひび割れてきてモテるで、カッサカサないよね。ってことで今日の企画、マーチンきれいにしていこう、きれいにしていこうはいいんやけど、まあ先とりあえず靴紐外しますと。ってことで第一ステップ、靴紐外してこう、どんだけ綺麗にできるかっていうのをね片方ずつやっていこうと思います。うん、はい、ということでこちら馬毛ブラシですね、馬毛ブラシを使ってまあホコリ落とすんですけど、大体みんな最初それやると思うんですけど、いや先にさ誰が履いたかわからんこの靴の中をさ綺麗にしていく方が先やろ、誰が履いたか分からんねんで、触りたないよ。ってことで、ってことでね、ちょっと除菌ペーパー使って割り箸巻いてさ、靴の中綺麗にしようぜっていう。靴の中除菌してますみたいなのあるけどさ、こうやってあの、つま先の方さ、しっかりやると、だいたい汚れてんのよ。ほら、これもう閲覧注意やで。あの、だいたい革靴ってつま先捨てすんなんで、そこのね、つま先の部分にを、あれがあんのよ、あの、靴下のゴミカスみたいなんとか、キモキモっす。でこれでまあつま先はね、つま先の方までしっかりねアルコール除菌ができましたと。でつま先の方まで行ったらもうね、あとはこちら業務用のエタノールでございます。皮なんでね、そんなあのしっかりやりすぎたらさ皮傷んじゃうんで、ほんとさっとね靴中さっと、これでも完璧、靴の中の清潔感はこれでも保たれてるはず。水虫とかさあってみーさ、怖いで、いくらさなんかお店で除菌してます言うても信じられへんやん。じゃあ買うなって話なんですけど、ってことでね、まあ軽くブラッシングしていきましょう。うん、でよくあるここね、この羽の部分、羽のこれ、ここがいっちゃんね、溜まるんで、いっちゃん溜まるとここれ。ってことでこちらレザーローションですね。これもあれがないからあれでいいや。今 T シャツ抜き出しないんでミット使います。革靴ってそのスキンケアによく例えられるじゃないですか。まあ簡単に言えばあれですね。洗顔中です今。今洗顔中です。でこのタンの中ね、このタンの中、ここもしっかりね落としてあげる。ほらあんた綺麗になったで、だいぶ綺麗になったで、わかるかな、傷がもうここねカッサカサになってたんがすごいわかるわ。はい、でお次こちらちょんデリケートクリームをね塗っていきますと。デリケートクリーム僕素手で塗る人間です。はい、まあ、デリケートクリームって何なんて話だと思うんですけど、まあ、クリームってさ、クリームイコール結構皆さんミンクオイルのイメージがあると思うんですけど、ミンクオイルってあの動物性の油分が入ってるからすごいね皮がベッタベタしちゃうんよね。皮はねもちろん柔らかくなるし、野球のグローブとかにもねたまに使う人いますけど、このデリケートクリームはですね油分というよりかどっちかというと水分の方が多いから、あの皮がね柔らかくなりすぎない
だからあの革靴ね、一番最初新しい革靴買った時、僕あの絶対にね、この革の内側、これもレザーなんですけど、革靴って大体ここ革なんで、この中にもねしっかり塗ってあげる。一応今回も塗っとく、軽く、うん、ここね。そうするとね、その革靴足の吸い付きがいいというか、もちもちしたね履き心地になりますわ。ちょっとシューキーパー入れますわ。もう中もしっかり乾いてるんでね。で、お次が豚毛のブラシ。豚毛のブラシはあのさっきの馬毛と違ってしっかりね、あのコシがあるんで、あのあんまり力強くやらないでください。もうこんな感じ、もう当たってるか当たってないかぐらいのサッサッサッっていう、まああんまないと思うけど、さっきのデリケートクリームの塗りすぎた箇所とかも取ってくれるよっていう。で、普通ならこれでも完成なんですけどね、もうこれで十分あの防水かけたらいいんですけど、これカメラ越しでわかるかな、ライトが明るすぎんのかな、もうここがねすごい色抜けちゃってんのよ。つーこってよ。ちょっとあの靴積みにあんあん塗り込んでいってあげようか。だいぶ色も戻ってきてるんですけど、画面でわからんかね。で、あとはちょっとね、軽くミットで磨きつつ、余分な靴積みたちを取り除いていくという。うん、はい、ってことで完成でーす。どうや？ツヤもしっかり出て、だいぶ綺麗になったように見えませんか？そうでもないでっか？ほら、つま先もだいぶ綺麗になってないか？ってことで、何もやってない方と比較してみよう。せーの、じゃん。あ、わかるかな？これだいぶわかりやすいんちゃう？明らかツヤが、ツヤ感とか全然違うでしょう。あ、だいぶ綺麗になったで。ってことでこんな感じでした。はい、めっちゃ説明不足やし、すごい画流なんでね、まああの怖いわーって思ったそこのあなた、あのいろんな人の動画見たらいいと思ういろんな人とかね、マーティンの人とかに聞いてみたらいいと思う。結構ね、あのパテントレーザーのやつとかもあるし、だいたいみんな8ホールか3ホールの定番のマーチン買うとは思うんですけどもね。まあ全然スムースレザーなら今のこのやり方使えるんで、古着屋さんとかでマーチン買ったらやってみたらどうですか。はい、だいぶやっぱ綺麗でしょ。っていうこの工程をですね、今ねこいつでやったこの工程を本当やったら一工程ずつ交互にやっていくっていうね。はい、右足紐ほどきました。あ、じゃあ左足も紐ほどきましょう。右の靴の中綺麗にしました。で、左の靴の中綺麗にしましょう。そういう交互にね、工程をやっていただいたらいいと思います。今回はね、古着で買ったね、マーチンどんだけ綺麗にできるかっていうあれだったんであれですけども。で、終わったらね、僕防水かけますんで。僕2年前に確かあのダナーのポストマン着火ブーツを手入れしてる動画上げてるんでね、手入れ気になる人はぜひこっちも見てね。まあ、素人でもこんだけ綺麗になるよと。はい、愛着は食うよね、やっぱ。これから履き潰そう。うわ、綺麗よ。やっぱ全然違うな、テカリが。ってことで本日もご視聴ありがとうございました。もしね、あの参考程度になったり、あ、なるほどねと思ったそこのあなた、ま、軽くなんですけども概要欄に工程書いとくんでぜひ見てください。ってことでチャンネル登録もよろしくね。バイバーイ。ってことで左もやっていくか。今から左やるんですけど、両方綺麗になった動画は、あ、両方綺麗にしたらサムネで貼っときます。バイナラ。